押すとですね、テレビ見ておられ使っておられるテレビの方の操作をすることになってます。でこちらの12キーがありますので、これでまあチャンネルを選べるというのと、あとテレビの方の番組表を表示するという機能ですね。あと放送切り替えでこれを押すとポップアップが出てきまして、まあ、ダイレクトにデジタルですね、アナログという形でダイレクトでこう放送を選ぶことができるというのができます。あと当社の、リンク機能に対応したテレビとつないでいただくと、こちらの一発録画番組ポーズというのが選べます。でこちらの方も、セットアップのところでお使いになっているテレビを選んでいただくと、リンク機能のないテレビの場合はこの画面がこの2つのボタンが表示されないようになるというふうになっています。